番右手のカメラ、どのような言葉があったよとか、すごく良かったよとか、大人っぽい表情だったよとか、そういうふうに言っていただけて、なんかそうですね、今まであんまりそういうアナチュラルな表情だったりとか、すっごい表情っていうのをあんまり見せる機会がなかったので、なんか喜んでいただけたりしてたら嬉しいなと思いました。そうですね、家族に一番最初に見せて、でずっと写真集出したいっていうふうに言ってたのも知ってたので、よかったねっていうふうにすごく喜んでくれましたし、写真集に向けてダイエットだったりとか体作りも一生懸命してたので、今日からたくさんおいしいもの食べてねっていうふうに声かけてもらいました。あとも食事制限とか、あとは筋トレとか、水着のカットがあったので、自分の納得いく体のラインにしたいなと思って、有酸素運動と筋トレを交互にやってみたいなのを2ヶ月くらいですかね、しました。もうカラカラの状態で沖縄に行ったので、水着のカットが終わったら一番最初にポータマを食べましたね。すごい全身に塩分が染み渡って最高に美味しかったです。格別でした。ここを最近食べたものの中で一番美味しいんじゃないかって思うくらいすごく美味しかったです。そうですね。できる役柄は服の幅が広がるなと思うので、芸の幅を増やしたいなと思っていて、楽器できますかとか、歌できますか、ダンスできますかって聞かれることが多いので、本当に何もできないので、特技みたいなものがまるでないので、なんか、ちょっとずつ練習して芸の幅を増やしていきたいなって思ったりします。ちょっと前にギター習ってたんです。で、やめちゃって、サボるようになっちゃって練習を全く弾けなくなっちゃって、家に割と綺麗な状態のアコースティックギターとエレキギターが2本余ってるのでなんか毎日ちょっとずつ触るようにして練習再開したいなとは思ってます。